Can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child.皆さんこんにちは。株式会社トビライダの佐々木です。今日はカリフォルニアベースのイエクアをご紹介したいと思います。カリフォルニアベースの中でもステージがちょっと上がった後になってます。それでは行ってみたいと思います。振り向けばはカリフォルニアイエクア行こう。それではイエクア紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。うん、イエクラはですね、ええ、カリフォルニアベース唯一の平屋になっております。なるほど、はい、平屋。平屋です。いいですね、はい、平屋ってちょっと昔のこう昭和というようなこうイメージ持たれる方もいらっしゃるんですけど、はい、今若い世代の方にも、平屋ってすごく人気がありまして。確かに、はい、人気ある。そうですね、やっぱりこう全部がこう一つのワンフロアでできるのですごく、それがメリット。はい、そうなんです。平屋のメリット。はい、でそれだけではなくて、うん、開口を広く設けていまして。開口、はい、なるほど。リビングからこう外に続く大開口というのが一つのいいね、はい、それいいよ、はい、見てみたい。最後にですね、うん、家蔵のこう蔵の部分なんですけど、うん、やっぱりこの平屋だとこう屋根が高い分空間ができるので、うん、あるね、はい、そこでこう蔵だったりそういったものが、あそこか、あの部分を、はい、あの部分を、はい、蔵にもできますので、さすが、はい、ポイントとなっております。いい、はい、いいと思う、はい、じゃあ早速いつものパース、はい、見せてくれるかな。はい、お願いします。はい、お願いします。ははー、これが平面図。はい、そうです。こちらが平面図となっております。なるほど、はい、間取りをちょっと教えてください。はい、こちらが玄関になっておりまして。広いね。はい、やっぱこう収納も置けるスペースが設けてあります。はい、入ってすぐにリビングになっておりまして、うんうん、なるほど、はい、こちらが3LDK の間取りになっているんですけども。平屋で 3LDK、 はい、贅沢。はい、洋室なのでこう3部屋設けておりまして、うん、リビングからこうつながって水回り浴室だったりとか洗面所にこう行けるこうつながりのある間取りになっております。うんうんうん、これはあれかな、はい、動線をしっかり考えてる。そうです。なるほど、はい、家事がこれだと楽だね。はい、うん、そうですね、やっぱ水回りがね動線があるとすごく楽だと思います。じゃあつらい、つらい。こちらの外にですね、カバード、あ、土間ですね、失礼いたしました、土間があるんですけど。土間、はい、こちらの土間がですね、こうリビングからつながって、うん、行きできるようになっておりますので、こう外なんですけどこう中のようなそういった空間作りをしております。外なのに中、はい、なるほど、はい、ってことは外。そうです。なるほど。そして蔵の部分なんですけども、こちらの蔵の、 メインの、 ポイントとなっている蔵は家蔵の蔵ね。はい、なるほど。どうした、大丈夫、続けてやっていこう。はい、うん、今回はですね蔵ではなくて、うん、ロフトというふうにしております。なるほど、これがまさに家蔵の一番テーマの
上にこう蔵を設けたっていうことか。はい、そうです。よくわかる。はい、でも図面だとちょっとわかりづらいから、いつものパースを見せてくれるかな。はい、じゃあ次はあのパースの方のご案内させていただきます。お願いします。はい、じゃあ中のパースも見せてもらっていいですか。はい、こちらが今、うん、リビングの空間になっております。あは、はい、ちょっと別の角度からですね、こちらですね。広いね。はい、そうですね。そこ全体的に、はい、このように見えます。回転して、はい、でこちらのリビングの方が勾配天井になっておりますので、うん、なるほど。はい、化粧針をつけております。ほう、はい、化粧針にもメイクアップ。はい、なるほど。はい、でこういったイエクラはですね、白と、うん、黒をイメージカラーとしてちょっとデザインしていましたので、うん、こういった化粧針もこう白くしております。メイクアップした。はい、素晴らしい。はい、続いては洋室ですね。うん、こちら洋室の一つのお部屋と、なるほど、はい、もう一つのお部屋で、家蔵のある、蔵のロフトのある、はい、さっき言ってたね。はい、こちらがこちらの部屋になってまして、うん、蔵がない。はい、このちょっと暗くなってこちらにそのロフトがあるんですけども、はい、これ上から覗いた蔵の素晴らしい。はい、広い。はい、やっぱこう映像にするとこんな感じに見えますね。映像にした。はい、なるほど。はい、このような、おお、はしごもつけて、はい、登り降りができます。なるほど、はい、このはしごを登っていくと、はい、どこに行くの。天国。違います、ロフトの上に。そうだよね。はい、そしていや以上です。なるほど、はい、分かった。素晴らしい。 ありがとうございます。これがパース。はい、うん、パースになっております。ちょっと全体を見せてください。はい、こちらです。おー、いい、いい。はい、このような外観になっております。なるほど。はい、この屋根は、あ、この寄せ棟の、寄せ棟、はい、屋根になっております。うんうんうん、はい、そして、はい、こちらは 4.5 寸という勾配になっております。うん、はい、で今先ほど話した寝室にですね、うん、ロフトを作っているんですけども。なるほど。はい、その 4.5 寸のこの屋根の中にそのロフトが入っておりまして、うん、はい、でちょっと天井高さがこうから 1.4 メートル、うんうんうん、抑えられるね。はい、収まっていますので。ということは、ということは延べ床面積に入らないので、うん、固定資産税の方もかからないのでお得となっております。素晴らしい、ナイスアイディア、ありがとうございます。そして他はどんな風になってるの。はい、こちらですね。あとこちらが土間になっております。 DOMA、土間。はい、でこちらからリビングから行き来できるような、うん、はい、空間になっております。なるほど、さっき言ってた、はい、これが中からつながってる外、はい、はい、ってことは、はい、中からつながってる外、土間、はい、中、外、ん？どっち？外です。なるほど、行ってみよう。あとこちらですね、うん、屋根の方がですね、軒が長く出ておりますので、この土間の上にも屋根がこうかかるようになっているので、うんうんうん、ちょっと雨だったりとかそういったものも心配なく、うん、楽しみいただける空間となっております。いいね。はい、でこちらですね、こういった化粧針もつけております。あ、メイクアップ針、はい、そしていいとも。はい、ありがとうございます。うん、外観が、はい、このようなデザインになっております。いい、はい、グッド、素晴らしいよ。今日は家蔵を紹介してくれて
ありがとう。ありがとうございました。今回平屋の魅力がすごく分かりやすくて素晴らしかったと思った。 ありがとうございます。特にロフト、はい、そして土間素晴らしい。ありがとう。ありがとうございました。ただ気になったのが、はい、ステージングは、はい、その他カリフォルニアベースは、はい、全てのシリーズやってくれるのかな。あ、もちろんです。なんだって。設計もあのステージングももちろん開口も全てトピアイタンにお任せください。なるほど。それがイエクラ、そしてカリフォルニアベース。That's all. Finish. Bye. Hold on. Don't make my heart break into pieces. Don't say you can't. I don't believe it. I'm a dreamer. はい、はい、どうもお疲れ様でした。はい、あ、もういいよキャラは普通に行きましょう。はい、はい、エンディングを迎えましたがいかがでしたでしょうか。はい、あのイエクラ見てたらなぜか自然とあの人になっちゃったし、うん、そうだね、うん、イエクラ見てたら僕の心が暗くクラクラだったね。クラクラでした、うん、実際ね、あの狭いかなと思ったんだけど 3LDK もあるとね、あれだけゆとりのある空間が取れるんだと思ってね、はい、すごくなんかこう衝撃を受けたっていうのもあったし、はい、まあ中でもあって外でもあって中間の空間もあれだけオープンテラスもあると、はい、すごく遊び心もあっていいんじゃないかなって思えた時間でしたね、はい、そうですね、僕らの中でも楽しみが一つ増えました。増えました。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは会社紹介をお願いします。はい、株式会社トビライダは、はい、インスタグラム、LINE ビジネス、Facebook、うん、そして YouTube、そして YouTube やっておりますので、はい、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、じゃあ締めてくれる。はい、それではイエクラ見ていただいてありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。